水学とは、科学的な手法によって、あらゆる内陸水を調査、研究する学問である。生態系としての陸水の構造と機能の解明を、主目的とする総合科学であり、湖、沼、池、ダム湖、渓流、河川、温泉、湿地、川口行き、地下水並びに、雪氷等を対象としている。当初は、主に、湖、沼、池、 河川等の内陸の比較的身近な水海が研究対象とされてきた。しかし、測定手法の開発に伴い、内陸部に存在するあらゆる水海を対象とするようになった。近年では、多惑星の水海も対象としている。陸水とは、海洋に対する語であり、内陸部に含まれる淡水と、塩水、つまり、内陸水のことを示し、また、 止水と流水を含める。リムノロジーという言葉の語源は、ギリシャ語のラムダミューニューイータ、レークとラムダガンマ、ナレッジに由来しており、レマンコの調査により、当分野を開拓した、フランソワ・アルフォンス・フォーレルによって用いられた。フォーレルの陸水学の定義は、湖の海洋学であり、これは、 すべての内陸水研究を含み、拡張された。陸水学の言語、リムノロジーは元来、故障学を意味してきたが、1921年、アウグスト・ティーネマンとアイナル・ナウマンは一層広い意義に解釈し、現在では、故障だけでなく、陸水全般に関する科学として定義づけられている。その後、1922年に、ティーネマンとナウマンが、 国際理論応用陸水学会を共同設立した。日本国内において陸水学という国語は1931年6月2日の日本陸水学会創立発起人会で新たに選定された。発案者は発起人の一人河村民地である。内陸水やるいは内陸水域を簡略に陸水としたのであって英語の円ン度をオーターズに相当する。陸水学は 炭水化学に等しく扱われることもあるが、陸水学は内水塩湖の研究も含んでいるため、これは誤りである。陸水学の目標は、本来、陸水の基本原理を解明する基礎陸水学にあり、その発展の中から物質循環や生態系など、後の環境科学の基礎となる重要な諸概念が生み出され、人間と深く関わりのある応用陸水学も、 その重要性を増してきた。著名なアメリカの初期の陸水学者には、ジョージイブリン・ハッチンソン、エドワード・スミス・ディー・ベイ・ジュニア、エドワード・アサイル・バージ、チャンシー・ジュデイ、そして、アーサー・ディー・ハスラーらがいる。日本では1899年に、山中湖の促進を行った、田中赤丸などの研究がその始まりとされている。ありがとうございます。